はい、こんにちは、しあすかです。今回の動画のご視聴感謝します。ありがとうございます。今回は地球人材として輝く帝王学ということで、経営学講座の第249回になります。今回は企業価値の算出方法ということでやっていきたいと思います。で、1というふうにやった書いてるんですけども、大きく3つの企業価値というのの算出方法があるんですね。まあ、例えば自分が何らか投資を考えているとか、もしくは自分の会社ってどれぐらい価値があるんだろうというのを求めたいときは、まあ、方法が大きくは3つあるということになります。1つは割引キャッシュフロー法ということで今回やるものですね。で、2番目は株価収益率 PER を見るという方法、そして最後は生産価値ですね。まあ、自分の会社を生産した時の価値、もしくは自分が投資案件として興味関心がある企業のせいを実際ですね、生産した場合にどれぐらいの価値というのが残っているんだろうかというのを見る方法というのはあるということですね。まあ、新しいことをやるというよりは、今までの会計財務の、まあ、復習を兼ねてやっていくというような感じになります。で、今回は一番上の割引キャッシュフロー法というのをやっていって、まあ、これが一番ですね、まあ、企業の価値というのを正確に数字として計算する方法ということになります。はい、ということで割引キャッシュフロー法、キャッシュフロー法ですね、ということで、例えば現在、まあ、企業がありますと。じゃあ1年後、2年後、3年後で、それがずっと企業が仮にずっと継続していくとしたときに、ね、その企業が資金ベースですね、その損益計算書のこの帳簿上の利益ではなくて、資金として、ね、その企業が生み出す現金、資金としてどれぐらいの利益というのを出していくのかと。で、それを合計して現在価値にしたものというのが企業の価値であるというふうに考えるんですね。まあ、損益計算書の方で、ね、税引き後当期純利益っていうふうに出るんですけど、この税引き後当期純利益っていうのは、例えばね、ここは決算書上は黒字でも実際は資金としては赤字とかっていうことはあるんですよね。で、それはこう会計の原則っていうのが資金ではなくて、ね、あの会計上の収益と費用というのがまた独特の考え方をとってやっているからですよね。まあ、それはもう会計というところで、繰り返し講義してきたので、まあ、大丈夫だとは思うんですけれども、損益計算書の税引き後当期純利益で例えばいくらっていうふうに利益が出て出すとしても、実は資金としては今年は赤字でしたとか、ね、逆に資金としてはもっと良かったですとかっていうこともあるわけですよね。だからこの企業の価値を算出するときっていうのは、この損益計算書に出てくる税引き後当期純利益をそのまま使うんじゃなくて、資金ベースで見たときに、その企業というのは毎年毎年どれぐらいの、ね、資金としての利益っていうのを作っていくんだろうかと。で、それを何年間で見積もるかというのが、この割引キャッシュフロー法というふうになります。なので、まあ、例えば1年目を出したいって言ったときは、1プラス加重平均資本コストですね。まあ、加重平均資本コストっていうのももう講義でやったんですけど、例えばその企業の、ね、が例えば負債が6で、資本が4 で、こっちの方が例えば 3% で資金調達できます。こっちは 5% の資金調達が必要ですと言ったときに、じゃあね、企業としては、合計でどれだけの資金調達に経費コストがかかるんだろうか、逆の言い方をしたら、金融機関とそれから投資家がですね、どれぐらいの利回りというのを期待しているのかっていうのが、この加重平均資本コストですよね。まあ、これはもう最近の財務の講義に入ってからやってきたものです。ですので、分母っていうのは1プラス加重平均資本コストですね。例えばここがですね、まあいくらでもいいんですけど、まあ、仮に 5% というふうになった場合は、例えばこの5という数字をね、0.05 というのを作っていくということになります。で、何年間っていうのは、例えば1年目を求めたいときは1ですね、2年目を求めたいときは2、3年目を求めたいときは3、ね、10年目を求めたいときは10という数字を入れていくということです。でもこれが永続するとか、ずっと継続するってなると、ね、独特のまた計算式っていうのを使うわけですけど、まあ、今回はそれはちょっと省略したいというふうに思います。はい、でこの分母のフリーキャッシュフローという言葉ですね。このフリーキャッシュフローという言葉自体は今回初めて出てきたんですけど、キャッシュフローっていうのはやったことあるんですよね。
で、それ何でやったかっていうと、キャッシュフロー計算書、損益計算書、貸借対照表、そしてキャッシュフロー計算書っていうのをやって、で会計のところでね、キャッシュフロー計算書っていうのは、損益計算書と貸借対照表を使えば、キャッシュフロー計算書っていう決算書を作ることができるということでやったんですよね。なのでこのキャッシュフローという言葉自体は初めてではありません。なのでこのフリーキャッシュフローというのは、キャッシュフロー計算書が頭でね完全に分かっているのであれば、まあ、比較的理解しやすい考え方だと思います。式でいくと営業利益ですよね。損益計算書に載っている売上から原価を引いて、さらに販売管理費、販管費を引いたものっていうのが営業利益ですよね。その企業が本業としてどれぐらい利益を出しているのかっていうのを営業利益です。でそれに営業外損益っていうのをね足します。で営業外損益っていうのは、その営業利益のすぐ下に出てくる営業外収益と営業外費用を両方合わせたものですね。営業外収益は足して営業外費用は引くと、でこの2つを合わせて営業外損益というふうに言ってます。ただ今回のフリーキャッシュフローの方は、で金利以外ということで、この営業外費用のところに金利というのが入るんですけど、その金利は今回は入れません。その企業の企業価値を出す時のフリーキャッシュフローの中には金利は入れません。なんでですかって言ったら、金利はこっちの方でですね、この分母の加重平均資本コストの方で割引の時に使うので、で分子で金利を使うと、こう金利っていうのがダブっちゃうんですよね。この加重平均資本コストを出すときに、例えばこの負債の金利が 3% っていうんだったら、ここで金利でこう現在価値で割引くというときに使っていくので、だからこの営業外費用っていうのは、普通はね、帳簿上の損益計算書の帳簿上は営業外費用の中に金利っていうのが入ってるんですけど、この営業外費用の中からは金利を除いたものを使います、ね、だから営業外費用引く金利っていうのを考えて使う、数字としては使うということになります。かける1マイナス法人税率ですね。もし法人税の 50% っていうんだったら 1-0.5、 もし法人税の 40% っていうんだったら 1-0.4 というふうになります、ね。でそこからこのね、損益計算書からこんなね、この帳簿っていうのは現金資金をそのまま表してるわけじゃなくて、あくまでも会計上の収益と費用というののね、関係で表してますから、そこからこの現金預金っていう、まあ、資金をね調整していくわけですよね。で例えば減価償却費です。減価償却費っていうのはね、1期前の前期の貸借対照表と今期の貸借対照表を見たときに、ね、明らかにそのね有形固定資産、固定資産の価値がどれだけ減ってるのかっていうのを見れば分かりますよね。その例えば1200万円の機械設備を買って、これをね6年で焼却すると言った時に、ね、最初の買った年は1200万っていう有形固定資産が残ってるわけですけど、これを、ね、次の年は1000万になってたってなったら、結局これは200万円減価償却したということですよね。1200万円の機械設備を6年で減価償却するってなると、1年200万ですよね。200万ずつ減価償却していって、6年後に価値をなくすということになるわけです。でそうした時に、ね、この年には1200万の固定資産があったにもかかわらず、ここで1000万というふうになってたのであれば、あ、200万減価償却したんだなということは分かりますよね。そしたらその200万というのを足すわけです。なんで足すのかっていうと、ね、費用としては200万載ってるわけですけど、この損益計算書の方では減価償却費として200万円引いてるんですよね。200万円引いてるんだけど、実際そのお金っていうのは帳簿上のお金であって、帳簿上お金が出ていってるものであって、本当に資金が出ていってるわけじゃないですよね。単純に1200万円の200万円、ね、帳簿上の価値を200万円落としてるわけです落としてるだけで、実際資金は200万円出ていってないので、だから資金としてはむしろその減価償却というのは200万円余裕資金がありますよねと、だから資金としては足しましょうということになるわけです。そして次5番目、投資ですね。投資は逆に、ね、例えば新しい投資をしている、ね、例えばここがこうね数字が増えてると
前期よりも今期の方が固定資産、有形固定資産とかが例えば増えているということであれば、あ、この企業というのは例えばね、500万円投資したんだなということが分かるわけです。投資したということは逆に、ね、その企業から資金が出ていってるわけですから、投資は逆に引きましょう。減価償却は資金の流出がないにもかかわらず、ね、価値が下がって費用化されているので、それは資金としては出ていってないものを引いているので足しましょうと。逆に前期よりも今期の中で何らか投資が行われている、有形固定資産が増えているということであれば、それは逆に資金は流出しているわけだから引きましょうということですよね。あとは売掛金と棚卸資産、売掛金と棚卸資産ですね。売掛金っていうのは今から入ってくるであろうお金ですよね。まあ、賭けで売ってるわけですよね。賭けで売ってると、だから1000万のものを売ったんだけど、とりあえず200万だけ受け取って800万は分割で今から入ってきますと、ね、まだ実際入ってきてませんと、今から入ってきますっていうのが売掛金です。でこの売掛金も含めて売上には上がってるんですよね。売上には売掛金も上がってるんですけれども、含めて上がってるんですけど、実際現金はまだ入ってきてないわけです。ね、売上1000万でも現金は200万円しか入ってなくて、売掛金として800万円残っているというのであれば、それはここの、ね、流動資産の方に乗っかっているわけですよね。で売上では上がっているんだけど、現金としては入ってきてないので、売掛金に関してはフリーキャッシュフローでは引きましょうということになるわけです、ね。売掛金が例えば増えているということであれば、売掛金が増えているということであれば、ね、キャッシュフローからは引きましょうと。逆に売掛金が減ったってことは、売掛金回収して資金が増えてるってことだから、その時は足すわけですよね。だけど、まあ、仮に売掛金が増えたということであれば、フリーキャッシュフローの計算としては引きましょうと。ね、賭けで売ってる、賭けで売ってるのがどんどん増えてるわけだから、まだ資金入ってきてませんよね。売上上がってるけど、資金は入ってきてないわけだから、引きましょうということになります。あとは棚卸資産が増えたと。棚卸資産が増えた場合は逆に引くわけですね。棚卸資産っていうのは、ね、販売すれば資金になるわけですけど、販売してなかったら資金にはならないわけなので、ね、棚卸資産が増えたってことは単純に、ね、在庫が増えたということになるので、現金はむしろ、ね、マイナスですよねということです、ね。それを売れば資金になるかもしれないけれども、売らなかったら資金にはならないわけだから、で棚卸資産が増加したってことは、それだけ資金を、ね、調達しないといけない、今から出ていくお金ということで引くわけです。で最後は買掛金ですね。逆に自分たちは賭けで買ったと、ね、後払いで買ったということであれば、ね、実際は、ね、本当は費用としてね、まあ、今期の、ね、本業の活動に使うということで費用として一回経費として落としてるんですけれども、でも実際は現金はまだ払ってません。後で払う、賭けで払ってから、賭けで買いました、後払いで買いましたということであれば資金は出ていってないので、これは足すということをするわけですね。まあ、キャッシュフロー計算書の考え方がよく分かっていれば、このフリーキャッシュフローというのは分かりやすいと思います。要するにこう企業がね、帳簿上の利益はそのまま資金の利益じゃないので、資金としてはどうだったんですかねっていうのを見るというのはキャッシュフロー計算書でしたけど、フリーキャッシュフローというのはほとんど同じ考え方を取るということになります。損益計算書で出ている利益からね、こういった貸借対照表を使って、実際資金はね、出てってないのに費用としてるんだったらそれは足しましょうとかね、っていうことを調整していって計算するということになります。ただキャッシュフロー計算書と違うのは何かって言ったらここですよね。ここです、ね、キャッシュフロー計算書の場合はね、一番最後の当期純利益、もう税引き後の当期純利益を使って、ね、もっと簡単な、ね、ここからここの部分っていうのを当期純利益っていうのを使って、それに減価償却とか売掛金とか買掛金とかっていうのをこう調整していけばよかったわけですけど、ね、フリーキャッシュフローの場合はちょっと後で、ね、金利っていうので割引くっていう関係があって、ちょっとね、当期純利益をそのまま使えないんですね。なので、まあ、ここが、ね、営業外損益っていうのを考慮するんだけど、でも金利以外で考慮してくださいっていうことでか違うんですね。まあ、それがこうフリーキャッシュフローとキャッシュフロー計算書の違いということになりますが、基本的な考え方は一緒と。キャッシュフロー計算書と今回やってるフリーキャッシュフローというのは同じということになります。
はい、そういうことでもう一回ちょっと戻ると、企業価値ね、自分が今から投資しようと思っている企業の価値、もしくは自分の会社の企業価値というのを求めたいときは、ね、その年その年に資金ベースで、キャッシュベースでどれぐらいの収益っていうのが上がるのか、でそれで何年間っていうのを考えて現在価値に戻した場合をの合計ですね、現在価値に戻した場合の合計っていうのは割引、キャッシュフロー法による企業価値ということになります。はい、ということで仮にフリーキャッシュフロー年300億と、ね、その年、その企業っていうのは1年間に300億の、ね、資金ベースで収益を上げるということがあるということですよね。で加重平均資本コストは 5% ですと、ね、その企業が資金調達するってなると 5% の経費をかけて資金調達をすることになるということですよね。逆の言い方からすると投資家とか金融機関は、ね、合計で 5% ぐらいの、ね、利回りっていうのを期待していると、まあ、それぐらいのリスクっていうのを見積もっているということですよね。はい、そして今後10年継続するというふうに仮定しましょうと、ね、仮にまあ10年はまあその企業というのはまあ大丈夫であろうと、ね、10年間はその企業というのは存続するであろうということで、まあ、10年のでの企業の価値というのを計算しているということですよね。これはまあ永続価値という計算の仕方もあるんですけど、もうその企業というのは基本的にはね、ずっと今から先、まあ、永久に永続するというふうに仮定してそれで計算するという方法もあるんですけど、今回は仮にまあ10年、ね、10年は確実にその企業というのは存続するんじゃないかなというふうに思われている場合、その企業というのはどれぐらいの企業価値があるのかというのを計算しているということですね。そしたら1プラス加重平均資本コスト、1プラス、まあ、今回は 5% ですから 0.05 ということになります。でそれで1年目ですね、1年目でこれを 5% で現在価値に戻すと、ね、分子に乗っかっているのはその、あ、ごめんなさい、300万って書いてますけど300億ですね。はい、分子に乗っかっているのは300億ということになります。で2年目は1プラス 0.05 の括弧の2乗で300億を割り引くと、で10年目は1プラス 0.05 の括弧の10乗で、300億を割り引くという形になります。でそれをこう、ね、合計して計算すると2316億5000万という、企業価値になるということです。だから、まあ、10年で見積もった場合、ね、自分が投資しようと思っている投資先の企業とか、もしくは自分の会社っていうのは2316億5000万の企業価値なんだというふうに計算するということになります、ね。まあ、ちなみにちょっとこれは余談なんですけど、この300億っていう数字はですね、まあ、今年2016年で日本企業によって一番大きな買収案件になったあのイギリスのアームという会社が、ね、だいたい年間出している利益っていうのが300億だったんですよね。でそのソフトバンクの孫社長が結局ね、まあ、今年2016年の日本企業がやった買収の中で一番大きな買収っていうのをやったんですけど、まあ、それはイギリスの、ね、アームという会社を買収したんですよね。で買収金額はいくらだったかといったら3兆3000億で買収したんですよね。でこの3兆3000億っていうのはね、まあ、高いのか妥当なのか安いのかっていった時にこういう考え方っていうのは、ね、ものすごく生きるんですよね。でそうした時にイギリスのアームっていう会社は、ね、一番直近で300億の利益っていうのを出してたわけです。ね、でそれでまあ加重平均資本コストっていうのはちょっとね、あのイギリスのアームっていう会社がねいくらの、加重平均資本コストだったのかっていうのはちょっとね今私は現在把握してないんですけど、まあ、例えばまあ 5% と、ね、金利とそれから株主に対しての利回り、ね、利回りというのをまあ考えた時に、まあ、例えばもう 5% ということであったら、まあ、例えばアームっていう企業の、ね、10年間の企業価値っていったら2316億5000万ということになるわけです。で、そうすると3兆3000億っていうのはもうめちゃくちゃ高いということになりますよね。だから単純にですよ、こういうふうに言ってこう割引しなかったとしても、そのね、あのお金の時間的価値という形で割引しなかったとしても単純に100年分ですよね。
仮にこうね割引しなかったね、あのこの資金調達コストで割引しなかったとしても100年分なわけです、ね、だからイギリスのアームっていう会社が100あの、ね、300億を100年ずっと利益を出し続けて、それで3兆3000億という数字になってくるわけですよね。だからね、まあ、基本的にこの経営学の考え方でいくと、ね、もうめちゃくちゃ高かったということになるわけです、ね、だからまあ普通は例えばその企業コンサルタントとか普通の経営者だったらね、あのじゃあイギリスのアームっていう会社を、ね、3兆3000億で買収するっていうのはまあ普通はありえないわけですよね、まあ、理論的にはありえないということになります、まあ、高すぎるということになるわけですよね。なんですけど孫社長はそれでも決断して購入したわけですよね、まあ、それもね、あのやっぱりね孫社長を常識っていう、ね、枠で、ね、見るっていうのは不可能ですよね、まあ、非常識な経営者だから一代で2兆円という企業を、まあ、作ったわけですけど、ね、あのその代わり、まあね、今回も、まあ、極めて非常識な買収であったということが言えます。だからもう孫社長の、まあ、ビジネス的な勘ですよね。結局今はアームっていう会社は、ね、年300億の、ね、利益を出しているけれども、これがね、ずっと、ね、あの今からねこういうふうに伸びていくというね、まあ、天才的な勘ですよね。天才的な勘、直感、今までの、ね、過去数十年の、ね、ビジネス経験での勘を含めて、ね、アームっていう会社を買っとけば今からね IoTインターネットオブシングス、物がどん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 インターネットにつながっていって、ね、物がどん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 インターネットで自由に管理できる時代、物がどん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 インターネットでつながる時代に、この ARM っていう会社が、ね、提供している部品、半導体部品っていうのは、ね、世界の主軸になると、主流になると。だから今は年300億の利益を出しているけども、これはもう、ね、今現在であって将来は確実に上がるという孫社長の天才的なひらめきというか、まあ、直感による決断ということになるわけですよね、まあ、普通の私たちみたいなコンサルタントが、ね、あの計算すると、まあね、3兆3000億というのはちょっとありえないと、ね、あの300億ずつ、ね、毎年毎年利益を出してもらっても100年後にやっと回収できるという、まあ、そういう部分の投資なので、まあ、普通はないわけですけど、まあ、それはねもう孫社長は常識人じゃなくて非常識人であり、でビジネスの普通の人じゃなくて、まあ、天才だからこそやった決断ということになります。ただねやっぱりリスクが非常に大きいですよね。結局そのソフトバンクはその後ね社債っていうのを発行しましたけど、まあ、ソフトバンクが、ね、想定してた金額ほど、まあ、社債による資金調達っていうのはできなかったんですよね。で結局ソフトバンクっていう会社はね今現在こう貸借対照表を見ると、ね、あの12兆円という、ね、累積の負債というのを持ってますから、本当にね倒産リスクギリギリの、ねまあ、大勝負ですよ ねっていうのを、まあね、ソフトバンクっていう会社は、まあ、勝負をかけたということになるわけです。貸借対照表に12兆円という負債が残っている中で、もう今後ねこう IoT っていう、ね、これから新しい時代の、ねまあ、世界的な中心主軸になるという、ね、もう本当に、まあね、投資と、まあ、投機、まあ、ギャンブルの紙一重の決断をしたということになります。まあ、年300億というのはどれぐらいの規模だっていうのが、ね、今回で言えばイギリスのアームという会社が直近で出してた、ね、利益というのはこれぐらいだということですよね。まあ、ちょっと、余談というか雑談をしたんですけど、まあ、要するに企業価値というのを、ね、経営学という理論で基づいて算出するならば、こういう考え方で企業価値というのを算出していくのであり、基本的にはその企業が資金ベースでどれぐらいの収益というのを何年間で見積もるか、でそれの現在価値というのが企業の価値の算出方法、しかも3つの中で一番、まあ、正確に企業の価値というのを表す方法だということで、今回は解説をしておきたいと思います。はい、今回の動画がですねあなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですねメルマガ登録していただいた場合は特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。はい、最後までご視聴くださり感謝してます。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。